君、一人？俺も仲間とはぐれちゃってさ、せっかくだから二人で夜店回ろうよ。いいじゃんいいじゃん、こういうのも何かの縁だよね。さ、行こうか。もっと静かで二人きりになれるところへ行こうよ。こいつに触るな。なんだよあんた、この子の彼氏かよ。そうだ、何か文句があるのか。いや別にねえけど。俺の女に手を出すな。今度こんな真似したらただじゃ済まさない。分かったらとっとと消えてもらおうか。ったく、彼氏がいるなら先に言えよな。くそ、見せつけてんじゃねえよ。まったく無礼極まりないな。大丈夫だったか？ったく、けしからん奴がいるもんだな。だが、お前もお前だぞ。お前は意外と抜けているというか、隙があるというか。どうした？あれは話の流れ上仕方がなかったんだ。ああ言わないとあいつも簡単に引かなかっただろうし。心配かけるな、まったく。いなくなったって聞いた時焦ったぞ。いきなり何を笑ってる？違う、これは買わされたんだ。俺の意思とは無関係だ。お前ってやつは本当に反省してるんだろうな。今度は何だ？
全然反省してないだろう。もういい。それとじっと見るな。見られてると食べにくいんだ。しょうがない。食うか。何やってんだ。普通自分の手に持って食うだろうが。お前の行動は心臓に悪い。美味しそうに食べるのはどっちだよ。気に入ったならもっと食べていいぞ。ただし今度は自分で持って食べろ。ほら。すまん。わたあめ全部食べていいぞ。俺はチョコバナナを食べるから。ヒューヒュー、お二人さん、いい雰囲気ですな。こうして見ると、宮地先輩と先輩、お似合いですね。副部長だけずるいぞ。俺だって、俺だって。宮地先輩、意外とやりますね、部長。宮地くんも隅に置けないね、木之瀬くん。部長までからかうのはやめてください。そんなこと言われてもね、木之瀬くん。そうですよね、見せつけられたらからかいたくもなりますよね、え部長。ね、木之瀬くん。いい加減にしてください。お前も言ってやれ。先輩、顔赤すぎです。もう見てられませんよ。ねえ、部長。宮地くんが羨ましいよね、木之瀬くん。そうですね、部長。そろそろ花火が上がる頃だぞ。みんな揃ったし、土手に移動する。宮地先輩がごまかして逃げましたよ、部長。宮地くんにはこれが限界かな。そのようですね。部長と木之瀬、
いいコンビだな。そうですね。息ぴったりって感じです。ジュージョあ、始まったみたいですよ。本当に綺麗ですね。目が奪われます。先輩には叶いませんけどね。すいません、今は花火に見とれておきます。すごい、この輝きを取っておきたいです。思います。この一瞬の輝きのために職人さんたちがずっと準備をしてきたかと思うと頭が下がります。そうだね、星空を見上げるのもいいけど、夏の夜空にはやっぱり花火が似合うな。そうだね、どっちも捨てがたいね。なんか青春っぽい。最近の俺ら青春っぽいことばっかしてんな。そうだな。よし、せっかくだからあれ行きますか。あれだよ、あれだ。花火を見た時にするあれだね。江戸時代から続くあれか。あれやるんですか。僕も一度やってみたかったんです。ヒント、花火を見た時の掛け声といえば。そう、あれだよ。そんじゃお前があれを理解したところで、皆さん行きますよ。せーの、たまや。はい、まいっちょ。せーの、thank you.
おい。おい。お前、こんなところで何をしている？もう外は暗い。女が一人でうろうろしているのは感心しない。そんな顔をするな。俺が一緒にいれば大丈夫だろ。俺か？俺は少し星を見たくなってな。お前らしいな。でもその気持ちはわかる。手を伸ばせば触れられそうなのに触れられない。こんなに身近に感じるのに本当は遠い場所にある。だから俺は求めてやまないんだろうな。今度はもっとゆっくり星を見に来ないか。二人だけでもいいか。俺はお前と一緒にいるのが好きなんだ。部活でずっと一緒だったからな。お前にだけは心を許せる。お前とならずっと星を見ていられる。そんな気がするんだ。でもお前が行きたくないなら断っても構わない。指切り。子供かお前は。わかった。ほら、小指出せ。もう夜も遅い。そろそろ戻るぞ。寮まで送ってく。暗いから足元に気をつけろ。